高温パイプ。高温パイプとは、喫煙具のパイプ喫煙の一種。圧縮したトウモロコシの軸を使用する。英語名は、日本語直訳は、トウモロコシ軸パイプとなるが、一般に和製英語の高温パイプが使われている。高温パイプの発祥の地であり、主要な生産国は、米国である。ブライヤー製パイプに比べ安価で、カジュアルな喫煙具であると言える。 18から19世紀のアメリカの農民や開拓者にはヨーロッパから輸入するブライヤーパイプは高すぎて手が出ず普及していたのは比較的安価なクレーパイプだった。しかしこれも広大で流通機構が未発達で最寄りの町の小売店まで馬車で何日がかりが当たり前の当時のアメリカの返京書集では開拓農民には行き渡らなかった。当時は 特別に上等なもの以外町の小売店で買うことはなく、日用品は身近な素材で自生するのが普通であった。やがてトウモロコシを収穫した後の廃材であるホジクが喫煙に適すること発見され、農民たちにトウモロコシからパイプを自生する習慣が普及していった。その後、専業メーカーが登場して、高温パイプの商業生産が始まった。現在、高温パイプは、 世界各国に輸出されており、今では世界的に愛用者が存在している。コーン軸の深部に直径16ミリ深さ20から30ミリほどの穴が開けられており、その穴に刻んだタバコの葉を入れて火をつけ喫煙する。ブライヤーパイプでは、火皿とシャンクが一体構造で、火皿底は半球化、テーパー状に丁寧に仕上げられているが、コーンパイプでは、 ボールと呼ばれる膝部分の底面には、側面から貫通した道が開いており、ここにシャンク、パイプの横軸と呼ばれる管が差し込まれている。軸部分には、カエデの木などの木材が使用されることが多いが、この部分もコーンの軸を使ったものや、竹が使われた製品もある。ラフで無骨な作りが多いコーンパイプは、ブライヤーパイプに比べ安価であり気軽に、パイプ喫煙ができる。また、 タバコ用の風味に加え、素材であるコーンから出る香りが味わえる。使い始めのうちは、コーンの香りが強いが、使用するに従い内部に、カーボン層が形成されるため減少していく。トウモロコシの軸は、多孔質で密度の小さい素材であるため、同サイズの喫煙パイプと比較すると軽量である。他に、ブライヤーパイプに比べて、使用開始からカーボンが形成されるまでの、 ブレークイン期間をほとんど必要としない。賞味の対象となるコーンの香りを除けば、木質からのヤニ成分等で、タバコの香りが影響されないという特徴を持つ。その他、ダグラス・マッカーサーが愛用し彼のトレードマークにも、なった日皿の深い、マッカーサータイプと呼ばれる、コーンパイプがある。コーン軸の長さが15センチメートルほどもあり、極端に日皿が縦に長く深い。 しかし、この深い火皿は多量の葉を詰めるため途中で燃焼不良を起こしやすい。そのような理由から実用には向かないとする意見があるが、熟練した喫煙技能を持つマッカーサーパイプ愛好者も存在している。喫煙方法は他のパイプ類と概ね変わりない。パイプ用、タバコ葉を火皿に詰めて着火し、いぶし出されたタバコの成分を吸い取ってたしなむ。 高温パイプは焦がしやすい材質であるため、火の付け方が難しいが、一定の作法を身につければより長く使用することができる。一般的には、数ヶ月から数年使える消耗品と考えるべきだが、ブライヤーパイプと同様に長く使用できると主張するものもいる。耐久性については様々諸説があるが、使用の仕方によりかなり変わってくる。 コーンパイプをできるだけ長く使用できるようにするためには、特に新しいコーンパイプをブレークインする際に、以下の点に気をつけると良いとされる。様々なメーカーから製造を販売されているが、アメリカ合衆国に存在するミズーリメシャムシャが有名。同社の製造開始は1869年。発祥の起源は農民たちがコーンパイプをハンドメイドしたことが起源。 それらの知識をもとに農民たちが地元の木工師ヘンリーティップに依頼し、さらに上質なものを作らせたものが最初の高温パイプ製造品となった。ヘンリーが作った高温パイプは評判を呼び生産が追いつかなくなるほどであった。彼はすぐに機工業をやめ高温パイプの専業へと移ることができた。その後いくつかの九州合併後1907年に水売りメシャム社が誕生。 メッシャムとはトルコ原産の開放石のことで開放石パイプが持つ冷量な喫煙感が高温パイプの性能と通じるとしてあやかって名付けられた。材料となるトウモロコシは特別に改良された硬い軸のものが使われている。身を落とし軸だけにし2年間ほど乾燥させたものをぶつ切りにして素材とする。シャンクにはステム、マウスピースと呼ばれる吸い口がつながり、 通常はプラスチックが使われている。日皿として利用されるコ温軸の大きさは、通常サイズで直径が30ミリから35ミリほど、高さは30から40ミリほどの円筒形である。外面には補強と美感を兼ねて石膏が塗られているものが多い。ステム部分は取り外して清掃が行えるようになっている。内部に紙製もしくは、 アセトエイト繊維製のヤニトメフィルターを取り付ける製品も見られる。日本国内に存在する喫煙具販売店での販売価格は800円から1500円程度。製品の品質にもよる。ネットオークション等で安価なものなら300円ぐらいで販売されている。大型のマッカーサータイプは2000円前後からある。通常タイプ、マッカーサータイプともに石膏と密漏による、 表面仕上げが施されたものと仕上げを施さずコーン軸の表面がそのまま露出したタイプの2種類が存在する。なお本場の米国ではコーンパイプが日本市場価格の半額程度で販売されている。日本では販売されていないが、米国ではフリーハンドと称する高級コーンパイプがある。これは厳選されたコーン軸を 作家物ブライヤーパイプ風に成形しもので40米ドル前後で売られている。また、高温パイプではないが、同じ形状と構造をした桜材や風材を使用したパイプも高温パイプと同様の値段、5ドル前後で販売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。